注目のゲーム2、まもなくティップオフです。まずはブルーのユニフォーム、島根サノマジックの攻撃でゲームが始まります。まずフリーになったイカルガのアウトサイド、これは打ちます。昨日、まあ、わずか2本しか決まらなかったこの3ポイントを宇都宮どこまで上げてくるか。一方島根が3ポイント、山下です。まあ3ポイントが上がらない中での勝利を収めた宇都宮、今日上がってくればというところにも期待ですが、一方の島根、ニカのミドルショット、いいですね、ニカ選手も、まあ、序盤スタートダッシュできるかという第1クォーター重要になります。島根です。ニカ今度はアタックをして押し込みます。2点ビハインドの島根は山下がキックアウト、そして速いパス回しからフェイクを入れつつもう一度ミドル、ここもニカ、よく決めましたね、はい、今のも難しいショットにはなったんですが、ディフェンスも光ります。この15番白浜です。ダブルチーム仕掛けますが、スティールも仕掛ける、なんとかボールキープします。杉浦フローター、素晴らしいフローターショットですね。プレッシャーかけますが抜けていくピーク、ブロックショット、ニカ選手のいいブロックショット出ましたね、はい、ニカは今日シュートも安定しています。白浜フリーになった、抜けていきました、いい、ね、しっかりと自分のマークを抑えてヘルプに行かせない動きが良かったですね、はい、ルフォードはここは個人技で打開していく、オフェンスリバウンドで押し込んだトラビスです。トラビス選手も押し込んできましたね。先ほどまで宇都宮ゾーンだったんですが、ここはマンツーマンですね。さあその中ディフォードは自らのスリーポイントを選択、沈めました。この辺りのディフォードはこの位置からポストアップでニカフェイクを入れてアタックしていきます。ねじ込みま す, いいです、ね、どっしりと構えたこのディフェンスに対してなんとかその壁を破ろうという島根はスリーポイント、トラビス、トラビス選手昨日に続き、はい、来られているのを狙われているので、まあ、その部分を、まあ、こういうのトラビス選手の個人技であったり、はい、ニカ選手の個人、ボールは島根で再開です。後藤自ら行きました。いやいや、これはバスケットカウントになりました。そうですね、後藤選手は本当にこういインサイド強さからジョシュ・スコットから外へブロックショット、山下のブロック、そして杉浦、これが得点になりました。追いつきました。島根が出したい形がここで出ましたね、はい、とっては最も良い形になりました。そうですね、まあ、昨日宇都宮が終盤でしっかりと見せて攻略したスコット選手のペイントアタック、2点リード宇都宮に変わります。ベテランポイントガード山下、これはちょっと決めます。苦しい体勢でしたがアグレッシブなプレーを見せてそのボールをつないでいます。ディフォードミドルジャンパー沈めた、よく決めましたね。しっかりボール運びます。ディフォードトラビスにつないでミドルショット決めました。いいですね、アウトを取らせました。いやこのトラビスの改めてこのフォーマンスいかがでしょうか。今ね、なんとかボールキープした、これは点にできれば大きいか。ニカがアタックする、得点になりました。ここはゾーンプレスからのゾーンですね、はい、そこに対してはこのミドルショット、これはリングに嫌われたが、オフェンスリバウンドビフォード、リード島根です。杉浦が行く、なんとか粘って得点になる、山下ポイントガード、ニカからトラビス、フェイクを入れてのスリーポイントショットクロック、ギリギリを沈めた、スティールです、山下スティール、スティール出ましたね。そしてかわしてバスケットカウントになりました。これは本当に素晴らしい、はい、初のこのスティール、そうですね、狙ってきましたね、はい、そしてここもピークのこの厳しいものが降りかかってきたんですが、そうです、逆にロングリバウンドになったので、はい、一気にいけるか、間にピーク入りますが一つ間を置いて山下に繋いだショットも決まる、よく落ち着いて決めてきましたね、はい、山下がここはキックアウト、ドライブイン仕掛ける白浜、素晴らしい対決ですね、抜け出した白浜、ただディフェンスの名手である遠藤選手を、はい、置き去りしましたね、はい、素晴らしいドライブインでしたね、まあ、共にディフェンストップの位置、比江島から中野ギブス、
ここはウィフォード選手の腕の長さが勝りましたね。ウィフォード抜けていく、リバウンドギブス、一気にか間に入ったウィフォード引っ掛けましたね。2点差追いかける宇都宮、比江島が突っ込んでいった、高田選手が後ろからブロックショットしましたね。この後最終第4クォーターを迎えます。そうですね、ここ最後のオフェンスも、比江島選手は残り時間を少し余裕を持たせてファールを誘発したプレーがあって、島根ボールをつなぎます。白浜が切り込んでフローター決めた、素晴らしい出ましたね、白浜選手の、はい、その面に対しての最終盤までのこの拮抗した試合展開作り上げています。最後も粘ります。この辺りの個人技が本当にビオーズ選手の持ち味なんですが、られましたね、好きなようにはさせなかった宇都宮。最後まで島根ディフェンス仕掛けま す、ね、まだこれクイックショット決めれば、はい、やはりこの後半にかけてその東地区首位の強さを見せつけました宇都宮。